イタリアのアンタレンドアッシー、アンナボルディ、マケグスト、パスタカルボナーラ、ノンフライ麺で粉末スープと火薬が最初から入っています。麺は小麦粉の薄い生地を螺旋状に巻いた形で、ふくよかさとか弾力感には欠けます。以前紹介した同じイタリアのインスタカップと同様に、麺が湯戻りしない部分が残ってしまいました。ソースはとろみのあるクリーミーな舌触りです。でも牛乳や卵ではなく、あくまで乳化剤に依存する感じで、粉末のカップポタージュっぽい味と香りです。塩分はやや強めで、チーズのこってりした匂いがあります。1から2ミリ程度のベーコンの粒々が入っており、燻製臭さがあって効果的です。ヨーロッパのカップパスタは麺の湯戻りの悪さを解決してほしいです。